ナンチョーンシーは、イギリス生まれのオーストラリアの児童文学作家。チョーンシーは、南ン,ンベリルマスターマンとして、イングランド南東部、ロンドン西港に位置する当時のミドルセックス州、ノースウッドに生まれた。義士であった父が、オーストラリアタスマニア州の州とホバートの市当局から、職を提示されたのを機に、一家は1912年にタスマニアに移住した。ホバートで彼女は、 女子校であるセントマイケルズコリージェットスクールに学んだ。1914年、一家はタスマニア州内の農村部に移り、バグダッドでリンゴ栽培に従事した。バグダッド周辺には森が多く、ブッシュレンジャーと呼ばれた盗賊たちが潜む洞窟などもあり、後の著作や修正続いたガールスカウト運動への関わりに様々な示唆を与えることになった。当初、何は、 バグダットにあった兄の所有地でガールガイドの集会やキャンプを開催していたが1925年からクレアモントにあるキャドバリーのチョコレート工場で女性従業員の構成係として働くようになるとクレアモントで自らが主催する団を組織するようになった。1930年にイングランドに戻った団はハンプシャー州リンドハーストにある ガールガイド運動の研修施設フォックスリースで訓練を受けた。さらに、テムズ川に浮かぶハウスボートに住みながら、著実について学び、また、実践を重ねた。1934年には、スウェーデン、フィンランド、ソビエト連邦を旅行し、デンマークでは、当地のガールガイド学校で、冬学期の英語の授業を担当した。1938年、南は、 オーストラリアへ帰国する戦場で、ドイツからの亡命者であった、ヘルムート・アントン・ドーゼンフェルトと出会い、同年9月13日に、ビクトリア州ララで結婚した。二人は、バグダッドに住んだが、第二次世界大戦が勃発すると、反毒感情の高まりに影響されることを避けるために、チョーン・シーと改正した。チョーン・シーは、1970年5月1日に、ガンのため、 69歳で亡くなった。残された夫と娘は、チョーン・シー・ベールと称された一家の所有地を自然保護区とするものとして、地元の行政当局に寄付した。日本語文献に言及があるものの見放題をつけた。チョーン・シーの作品はいずれもタスマニアが舞台になっている。チョーン・シーの存命中に出版された小説は14作品あり、そのうち最初の12作品は、 オックスフォード大学出版局から出版された。チョーンシーの小説のうち2作品は映像作品の原作となった。小説処女作、ゼイファウンド、AK 部は1962年にチャールズ・ウォルニザー監督によりキャスト全員にタスマニア人を起用して映画化された。当時、オーストラリアの映画界は低調な時期であったが、この作品は ベネツィア国際映画祭で児童映画賞を獲得した。1988年、オーストラリア自動テレビ基金とオーストラリア放送協会は、オーストラリア200周年を祝って、オーストラリアの各州、準州にちなむテレビ用映画のシリーズ、タッチザサンを制作した。このうちタスマニア州にちなんで制作されたデビルズヒルは、チョーンシーの小説を映像化したものであった。チョーンシーは、 オーストラリア自動書評議会が年間最高の自動書を選出するザ・チルドレンズ・ブック・オブ・ザ・イヤーに1958年のタイガー・イン・ザ・ブッシュ、1959年のデビルズ・ヒル、1961年のタンガラと合わせて3回選ばれている。これに次ぐ特別推薦書にも1964年のザ・ローリング40が選ばれ、1965年の ハイアンドホーンテッドアイランドと1968年のマスナ・エスピープルも推薦書になっている。チョーンシーはオーストラリア人としては初めて国際アンデルセン賞から表彰された。ただしこれは国際アンデルセン賞の作家賞ではなく、各国別に優れた作品を表彰する別の制度による表彰である。チョーンシーは1962年にタンガラデコの表彰を受けたが、 これはイギリスの作家として推挙されたものであり、オーストラリアから国別に同じ表彰の対象者が選ばれるようになった1970年より前のことであった。オーストラリア児童書評議会は南朝音新賞を設け、オーストラリアの児童文学分野における顕著な功績を検証している。この賞は1983年から1998年までは5年に一度、 以降は2年に一度授与されている。ありがとうございます。